デザート部一でした。クラッカーします。せーの、バーン、イエーイ、イエーイ、デザート部一。ということで、えー、デザート部お料理選抜ね、優勝。 あの今回「d e s e r t が、えー、優勝したご褒美の日、えっと、テレの歌番組出演兼シマジでもうこれが一番欲しかったこれが一番欲しかったからもう嬉しい悩まない歌番組いやもう。 やばい <laughs> もうこれが一番嬉しいてかもうこれのためにンはもうやってきたからああやばい今さすがに時経ってるからもうもう泣かんやろって思ってたけどちょっとあれですねなんかいろいろ思いいろいろ思い出すとねあれですね まあ、ランは今 AKB に自分がおる中での目標は、もうずっと歌番組出るっていうのが一番の目標で、あの、活動してたので、自分が理想としてた形ではなく、なくなっちゃったけど、でも、とりあえずは、なんか、 うんなんかそんなにくじけるほどのことがあったんかって聞かれたら、そんなことはないかもしれないけど、なんかくじけずにというか、なんか腐らずになんかやってきた意味が、なんかやっと見いだせたっていうか、<laughs> うん、なんか、そう、17歳の時の生誕祭の時に、 17歳の1年はどんな1年にしたいですかっていう質問に対してすごい当時はなんか自分なんかが言ったら絶対絶対批判の声が来るだろうなって分かってたから正直言いたくなかったけどでも自分のためにも言おうと思って17歳は歌番組に出たいですって言ってあでも結局そっから17 歳のの年も、まあ、その翌年の18歳も、まあ、結局もう無理叶えるのは無理でもともとその歌番組になんか出たいなんて言うほどなんか自分とは関係ないものって思ってたし「ネもはもルーマン」からまあ2作、まあ、連続でまあダンス曲で「でネもはも」に関しては。 もう自分が加入する前にずっと習ってたロックダンスっていうジャンルのダンスで「ネもはも」からすごいなんか本当に歌番組出たいなって思い出してえ生誕祭で言って出たいですって言って2年遅くなっちゃったし「ネもハも」で出ることはできなかったけどでもねこうやって。 応援してくれた人のおかげで出れることが決まって本当にうれしいです <laughs> なんか生誕生で歌番組出たいって言ったのいつやったっけと思って調べたら2年前やって <laughs> 2年も経ったのと思ってちっと時経ったのだなと思ってもうネもハモはさなんかもう好きだけど嫌いみたいななんかもう <laughs>。 『マーブルーマン』はすごいなんかもう踊るのはすごい好きだし好きなんだけどでもなんかもう「マーブルーマン」聞いたらなんかすごいなんかいろいろ思い出してすごいなんか嫌な気持ちになるからさだからあのね当時を当時も見てくれてた方とか当時は知らなかったって方とかいろんな方がいると思うんですけど。 本当にね、こう、もう昔、今はもうね、ランのファン辞めたよって方もいっぱいいるけど、でもそういう人たちと、もう今現在も応援してくれてる人も全員のおかげだし、本当に。なんか今、今ここまでやってこれたのもね。この歌番組とかは、今ランのこと好きで応援してくれてる人にはも,うもちろんなんやけど、 もうランのファンやめ、やめたとか、もう AKB のファンやめたとか言う人にも、ちょっとそのね、その人らに届くかわからんけど、見てほしいなって思う、なんか。だからもし今これ配信見てて、なんか、ランのファンやってたけど、もうファンやめたみたいな人いたら、もう別に応援しろとは言わんから、あの <laughs>、歌番組だけは見てね、見てほしい。ね。 なんかもうありがとうって思いますね。